BOA 37歳、インスタ全削除&再スタート、激変ショット公開。韓国出身のカシュボアさん37がインスタグラムを更新し、過去の投稿をすべて削除した上で新しい写真を公開しました。新しい投稿では13日に行うコンサートボアワンズオン2024のタイトルとともに過去のイメージを一新する姿を披露しています。みんなの反応。デビュー当時は中2だったから20年も経てば顔は変わるよね。でもそのまま年を重ねたボアも見たかったな。整形しない方が良かった人も多いけど、本人が幸せならそれでいいよね。韓国のソロアーティストとして唯一無二で、ユニットが主流の中でソロで成功したのはすごいね。今後も期待。カラオケでよく歌うけど、ジーンズの質感や季節の問題で実際には持ってないんだ。タイトなジーンズが似合ってたけど、本人の望みだから仕方ないね。ボアさんが変わった気がするけど、昔の顔がぼんやりしか思い出せない。これが老化かな。ボアのデビュー時の可愛い顔が好きだった。個人の自由だけど、これが私の感想。韓国の入り口だったスターで、今も K-POP スターに崇められてかっこいい。ボアだと気づかなかったけど、年齢相応に年を取るのはしょうがないし、気にならない。ボアどこ行った？昔同じ歯医者通ってた。今も昔も好き。応援してるよ。昔の方が可愛くて印象的だったけど、今はただの綺麗な人。ジーンズ履いてた時はかっこよかった。 BOA を初めて見た時、可愛くてかもダンスも上手で驚いた。これ私の知ってるボアじゃない。昔の素朴な顔が好きやったのに。タイトなジーンズにねじ込むってフレーズ考えた人、結構すごいと思ってた。 BOA がドラマに出てたけど別人みたいでわからなかった。帰国するたびに誰ってなってた人だよね。ボア大人っぽくて綺麗。応援したい。 BOA さんに親近感がなくなった。あの時可愛かった。別人みたいだね。ジーンズの人と別人だね。ジーンズにあれをねじ込んでた頃が懐かしい。あの顔好きだったけど、本人はコンプレックスあったんだね。昔のボアが好き。みんな同じ顔で寂しい世の中。カラオケのネタはタイトなジーンズ。メリクリの MV 好きだったけど、瞑想中。これからもエリちゃんを応援してね。みんなの反応としては、ボアさんの変化に対する驚きと懐かしさが多いです。少数意見としては、整形に対する否定的な意見も見られます。当チャンネルの意見として、ボアさんの過去の投稿をすべて削除し、新たな姿を披露したことについて、彼女の変化と成長を感じる一方で、昔の姿も懐かしく思います。彼女の幸せを願いつつ、今後の活躍にも期待しています。